こんにちは。今日の電気予報を始めます。今日はじゃーん、やーれおしじょんを結局いくら払えばいいのということについてお伝えしたいと思います。イエーイ。はい、ということでですね、小売電気事業者の皆さん、やーれおしじょんの容量拠出金の金額決まるのは今年2023年度の夏と冬のピークが肝ですよということ知ってましたか？はい、知ってたか？家でも、あ、家でも知ってんね、よかったね。はい、ということです。で、容量市場始まってますよね。はい、2024年度のお支払いのものは、はい、過去のですね、2020年度にですね、オークションを行われました。で、その時ですね、一番初めの、容量拠出金いくらになったかっていうとですね、はい、覚えてますか？ 14,138 円というのがあったんですね。キロワットあたり 14,138 円、小売電気事業者さんは負担をする必要があります。で、そのね、オークションはですね、4年前に行われますので、2024年にお支払いするものに関しましては2020年度に行われたんですね。で、順次、21年は25年のもの、22年は26年のものという感じでオークションを開催されております。その後はですね、ちょっと値段下がってね、5000円ぐらいだったりとかするんですけれども、まあ、なんとですね、来年初めて容量拠出金というものが始まります。で、実際に小売電気事業者さん、これかなりの金額がね、結構負担になると思うんですね。もう大きいところだと億ですよね。億単位の負担になります。大きい新電力事業者さん、だいたい50以上だともう億になるんじゃないですかね。はい。で、地域新電力さんとかですね、需要がだから2000キロとか3000キロとか、そんぐらいのね、地域でやられてる方に関しましても何千万、まああると思いますね。はい、という負担がきます。それかなり大きいことですよね。ってなると、どうするのか、方針決めとかないとですね、お客様に負担していただくの、それともこれ被るのっていうのでもだいぶ変わってきちゃいます。ということでね、はい、しっかりね、ご自身のね、領収書付きいくらなのかっていうのを今日はね、解説したいと思います。はい、ということでですね、まず2024年度、来年お支払いのものに関しましては、もうここ重要、すごく重要なポイント、もう今日ここだけ見てくれればいいです。はい、2023年度の7月から9月、これ夏のものですね。はい、容量拠出金の算定には、まあ、要はこのピークのキロワット取るんですけど、夏と冬2回取ります。で、夏の分は7月から9月、7、8、9です。で、冬の分は12、1、2の3ヶ月ですね。3ヶ月ずつの、これ大事、各月の最大需要が発生した1時間、つまり今最大需要電力が発生する1時間ってことですね、の、はい、キロワットの合計というのを取ることになります。まあ、この比率なんですけれども、各小売電気事業者さんの中で、じゃあどんぐらいピーク取るかっていうことでこの比率を決めます。なので、まあ、一般的におしなべた契約容量とかっていうんじゃないんですよね。もう言っちゃえば、だから7、8、9のこの最大ピークさえ減らせれば容量拠出金って低くなるんですよ。逆にこのピーク、普段の需要あんま多くないのに、ピーク出やすい需要家さんしかいなくて、ピークボーンって出ちゃうと容量拠出金の負担がすごく多くなります。ですから、このためにあれですね、負荷率平準化とかっていうことね、努力してきたかと思います。でもね、厳密に言うと負荷率平準化よりもこの夏のピークだけどうやってカットするか、ここがポイントになるんですね。はい、例えばですよ、じゃあ N も A、 新電力 A ですね、 N も B、 新電力 B あります。じゃあこの人ね、はい、常に10万キロの需要を持ってるとします。で、 N も B はね、5万キロの需要だったとしますね。で、この夏のピークカット、 N も A 頑張りましたと、7、8、9のこの最大ピークですね。だから通常10万持ってると、まあ大体夏か冬にピーク来るんで、まあ9万5000円とか来ると、こう9万に抑えましたと。N も B、まあ、5万持ってるんですけど、夏のピークちょっと行き過ぎて5万5000円になっちゃいましたって言うと、この5万5000円と9万5000円というとこ、あ、9万というとこの比率に対して容量拠出金っていうのは課されます。新電力のシェアで、シェア率によって割られるんですね。ですから、もうこのピークとにかく落とすことが必要なんです。分かったかい？はい、はい、ということです。じゃあどういうことかっていうと、じゃあそのピークがね、分かりましたと、
いうことにします。そうするとじゃあ計算方法をねここでね解説しておきたいと思います。これね年長さんの資料にもあるんですけれども、はい、2024年度の価格、オークション価格ですね、容量拠出金 1kWh あたり、これ全エリア共通でした、初年度は 14,138 円になります。これね次年度とかは北海道だけ安いとかねあったんですよね。だからこれエリアの拠出金っていうのが計算に必要になるんですけど、とりあえず今回2024年度いくらになるのっていう計算します。はい、これねざっくりいきますよ。ざっくりいきますけれども、もしね皆さんね、ご自身のねシェア率とかが分かればねこれ電卓弾いてほしいんですけど、まず支払う金額の出し方なんですけれども、まず全国の容量拠出金の総額というものを出します。で2024年度に関しましてはね、まずじゃあこれ容量市場ってそもそも何かっていうと、発電所のもう待機してる時間もキロワットアワー稼げないっていうことが起こると発電所も赤字になっちゃうんで、新しいね調整力の電源とかを作るためにですね、発電所にキロワット持ってることに対して払いますというものになります。でこれじゃあこの、うちキロワット持ってますよっていうので、はい OK ですよって応札されたもの、この総合のキロワットですね、はい、発電所の容量、これが16,769万キロワットですね、だったんですね、落札された容量で、それに対して1キロワットアワーあたりいくらもらえますかっていうの、発電事業者さんならいくらもらえますか、小売電気事業者さんいくら払いますか、これが 14,138 円でした。だから総額って言ったらこれ掛け算なので、はい、23,708億円、はい、ちょっと桁が分かんない、超に言ってんのかな、ちょっと分かんないんですけど、はい、23,708億円ってことですね、はい、よく分かんない、すごく大きい数字になってます。でこの総額、これは全国で全部の一般送配電事業者さん、小売電気事業者さんがお支払いする年間の総額になります。なのでまずこれをエリアに分けます。エリアで安分で、エリアはですね H3 需要の比率を使います。でこれ確かねもう出てたと思うんですけれども、ちょっとねこの例題というか資料にあった数字使ってるんですけど、東京確かね 36% ぐらいだったと思います。九州で 9.6% とかそんぐらいだったと思うんですけど、 H3 需要って要はですね、まあ、このピークの時の、一番使ってる3日間取ってる、まあ、需要の比率ですね。だから要はまあエリアでどれぐらいね使ってるかの比率っていうことになります。まあ、もちろん東京需要が多いんでね、多いですよねの比率です。じゃあ東京、例えばね H3 需要 34.4% だった場合どうなるかというとですね、この総額出ましたね、はい、23,708億円、これにこの 34.4% かけます。そうすると東京の分っていうのが出ますよね。はい、そうすると8156億円だっていうのが出ました。はい、これ東京の、負担分です。なので、東京にある小売電気事業者さんと一般送配電事業者でこれを安分することになります。はい、まあ、東京に供給してるですね、言っちゃえばね。はい、で一般送配電事業者さんの分、負担分っていうのもあります。これ 6% なんですね、はい、2024年は。はい、ということで、じゃあその分を引いたのが小売電気事業者さんの負担分ってことになります。で、一層さんの計算、はい、8156億円割る、じゃあこれ小売さんがね、このピークの時にピークの 120% 使っちゃったよっていう前提でいきますね。なので 120% で割ってます。はい、1.2 で割る。で、一層さんの分 6% です。負担金。なので 6% かけると、408億円って出ますね。これ一層さんです。東京電力パワーグリッドさんの分。じゃあ東京エリアに供給している小売電気事業者さんは残りのものですね、8156億円から408億円引いたもの、これが7748億円、これが負担分になります。でこれをですね、このエリアの小売電気事業者さんのシェアで割るんですよ。で割ったものっていうのが、はい、エネモ A、エネモ B などね、各小売電気事業者さんのシェアになります。はい、なのでこのシェアの算定に使うシェアなんですかっていうのが
これなんですね。2023年度の1月から9月の、はい、各月の最大充電力発生の時のキロワットの足し算したもの、これがシェアになります。ですからもうこのピークさえ落とせばいいんですよ。このピークさえ落とせばシェアが減るんで、容量拠出金のシェアが減ります。ですからね、昨年から始まってますけれども、デマンドレスポンスですね、お客様の方に、この時間帯ちょっと省エネしてねとかあると思います。っていうのも、もうこの容量拠出金減らすっていう意味でもすごく大事な取り組みになるんですね。ピークカット大事です。であったりとかね、はい、そういった省エネ促していくことっていうの、あとタイムシフトですよね。あのね、 EV とか持ってるからうち省エネみたいな感じに、ね、なっちゃうといけないんですけれども、これじゃピーク出る時間に EV 充電されちゃうとピーク上がるんですよ。なんでタイムシフトしてもらうこと、だいたい夏だと、まあ、昼の1時とか2時だと思います。夕方かな、いやでも需要のピークはやっぱ1時とか2時だと思います。なのでその時間は EV 充電しないでねって言っておくとかね、そういった対策が必要になってくるかと思います。なのでデマンドレスポンスのですね、はい、サービスとかをですねしっかりちゃんと入れておくと、お客様に通知もできて、まあそういったねちゃんと通知をしていくってことがね、これから大事になってくるかと思います。で夏もですけど、もちろん冬もね、これピーク計算されますんで、冬のピークも減らしていくことが大事になりますからね、こういった省エネとかね、そういったデマンドレスポンスしっかりやっていければと思います。ということで今日は容量市場の小売電気事業者さんの容量拠出金結局いくら払うのといったことについてお伝えしました。今日の電気予報にします。皆さん今日もいってらっしゃい。デマンドレスポンスが本格的に大事になってきたね。